なるほど、でもかっこいいやつなんですけどね、ほんまに、うん、あ、山ちゃんが。それこそ僕の結婚式は僕まだ大阪やったんで、うん、これ東京でバッポリ仕事してる時に3分か5分だけ来たんですよ、飛行機で来て、ほんまに3分だけ打ってそのまま飛行機で帰ってしまった、ほんで50万置いて帰ってきて、50万、50万、このタイミングしか恩返せるタイミングないなと思った瞬間だったんですよ、結婚の時って一番、そういうところも粋な男っていうか粋な男の部分も、そら弘中ちゃんの、うん。